seguir, ouviremos a prédica do Higashi Ongandi Chico Tsukamoto. Sustimaste, Higashi Ongandi no Chico Tsukamoto 先生の講話を頂戴。 ただ、
検査するだけでも骨に
안 하고 그냥 또이 있어요. 까리가 심해가 죽었는 그런 경사오 마이크지 가야 심해를 치려다 또 그런 가서 또 1년後に 그와 亡くなりました。一緒に隣ですからね、近くで通りですが、普段みんなですね、皆さんと同じように、皆さんが全員が腰を震源を受けても、その時は全然声が聞こえない。おかしいなと思ったら、全員が泣いてるんですね。声が出ない。友達とですね、お父さんお母さんにどう声をかけていいんだろうと。わからない。そんな中ですね、 小さな子供がいのお帰りに子供が帰ってですね、さあこの車が来て、実感です、言う前に、お父さんがね、棺に抱きついてですね、こう言ったんですよ。この子は何のために生まれてきたんだ。3つですからですね、楽しみが、ね、いろんなところで楽しんだわけじゃない。 うまいものいっぱい食べたこともない。まだ友達がいっぱいできる前。なので、同じ人間に生まれて、この子は何のために生まれてきたのか。この子は、ね、毎月毎月もう悲鳴やるような声でですね、苦しむために生まれてきたの。こういうことを言いました。お母さんは何て言ったか。また二人のね、お金出してきてですね、 必ず仏様になってね、もう亡くなったことは仕方ない、必ずあなたは仏様になってくださいと叫びましたね。そのことがあってですね、私も今でも覚えてる、もう20何年前ですか。その後ですね、10年も経ってから、このお父さんが私に言いました。毎月こうね、 ごめん言ってました。でも大体こう、二人とも働いてるから、昼行ってもですね、二度と猫しかいない。うち、うるさい、帰ってですね、お参りして、こう帰る。でもお父さんが10年後に、今度は、夕方の6時半に人もらえませんから、いいですよ。そしたら、僕が言ったらですね、お父さんは仕事終わって帰って、 お母さんも仕事が帰って、もう中学生になってお兄ちゃんに帰ってきてですね、僕の後ろに3人並んで、お正月の方を開いてですね、全員にお正月に、これはですね、10年かかって、そしてですね、思い出したんですよ。この子は何のために生まれてきたんだ、お父さんの叫びやですね、私はこう捉えてですね、 皆さんが、お父さんお母さんお兄ちゃんが、一番大事なものは何か。この世にどうして生まれたんだ。それはですね、阿弥陀様がただ心が落とす、そのことだけに生まれた。親鸞聖人がですね、信心一つとはっきりさせるために生まれた。お父さんお母さんお兄ちゃんはですね、その教えをですね、 聞くために生まれたんだよ。ただ、一生懸命働いて、ね、仕事やって、いつの間にか年を取って死んでしまう。そうじゃない。この、お本願を聞くために、本当に、お父さんお母さんが生まれたんだよ。で、お母さんが叫んだんですね、仏様になってね、という叫び。やっぱりこう、話題のところでね、諸仏。 諸仏様と子供が諸仏様となってですね、お父さんお母さんお兄ちゃんですね、お本願を受け止めなさい。お本願を受け止めて、信心を開きなさい。その働きとなってくれた。その亡くなった子供は働きとなり、呼びかけとなり、そのですね、ために、 3歳で病気になり、4歳でこう亡くなっていったんです。そのことをですね、
父さん、お母さん、お兄ちゃん、お母さん、受け止めなくてどうするの？そうですね、多分分かったんでしょうね。嬉しかったですね。お釈迦様がただ一つご本願を解くために生まれになった。親鸞聖人はただ一つそのご本願を受け止めて、私の身に受け止めてですね、生活の中の実感からですね、なるほどであったことを気がついてですね、それを受け止めたことによってご本願が私の身に真実となる。じゃあ私が皆さんもですね、皆さん一人一人が何のために生まれたか、そうですね、如来のお本願を聞き開くためです。そのお本願を聞き開き、私の身の上にですね、信心を逆読していく、それがですね、私の生まれた意味であった。意味であった。一番大事なことは何か。自衛の、サウジ、ディベル、プリントテンポ。違うんです。全部なくなっちゃうんです。年齢が3歳であっても50であっても80であっても。ただ、そのことを聞くために、私は、生まれてきたんだな、そういうことをするようにね、改めて聞いていくのが今日の本校の一番大事な意味じゃないかというように、私は皆さんにお話して、ちょっとまた時間をかけたら大変お疲れの中、ご聴講ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。帰ってください。ありがとうございました。